どうもうるまです。本日の動画はですね、自分の運営するブランドのオープニングアクトからもう完成に長い年月をかけたアイテムがですねついに完成いたしましたので、そのアイテムのですね魅力を余すことなくこちらの動画でお話していこうと思います。いやーですね、動画の冒頭からかなりテンションが上がってるんですけど、本当に今回時間がかかりまして、年々ねこのオープニングアクトのアイテムに関してはもう普段ね支えてくれてるユーザーさんの鍛えちゃったりとか、より皆さんがファッションやっぱ好きになっていくので、まあその熱量にね負けないようなアイテムっていうのを日々作ろうと思ってね努力してるわけなんですけれども、今回のアイテムは本当にですね苦労しましたね。なんで苦労したかと言いますと、やっぱ海外とのやり取り、今回主にヨーロッパとのやり取りになるんですけど、本当ね海外とのやり取りは大変なんですよ。もうこのね我慢強い自分が何度も心折れかけましたし、多分ね普通のアパレル企業さんだったらもう諦めるんじゃないかってぐらいで、ね、本当に手間がかかるアイテムなんですけれども、やっぱね皆さんが喜ぶ顔を見たいと思いましたし、もう少しでもねやっぱり皆さんに大きなサプライズをお届けしたかったので、私ですね頑張りました今回は。でですね、このアイテムの紹介に入る前に、今回紹介するこのオリジナルのアイテムですね、もう亀アイテムが完成いたしました。もうこれはね本当自信を持って言えるアイテムなので、まあ、早速ねどういったアイテムかっていうところをご紹介していこうと思います。はい、というわけでですね、今回オープンアクトでオリジナルで作らせていただいたアイテムなんですけれども、オリジナルのシューズアイテムになります。でですね、今回はただのシューズというわけではなくて、まあ、あるメーカーとの特別なコラボレーションアイテムをですね今回作らせていただきました。でですね、皆さんが気になる今回コラボしたメーカーなんですけれども、こちら、はい、かの有名なこのビブラム社ですね。このビブラムソールさんとのコラボレーションで今回のシューズを作らせていただきました。いや皆さん、あのビブラムソールですよ。まあ、ついにですね自分自身も大好きなこのビブラムソールを使ったですねオリジナルシューズが作れてところで、自分自身もですね相当テンションが上がってるわけなんですよね。もはやね説明が不要なくらいこのビブラムソールっていうのはねもう有名だと思うんですけども、簡単にこのビブラムソールについてご説明していこうと思います。このビブラムというのがですねこのイタリア発祥のソールブランドなんですよね。まあ、改めて見せておこうと思うんですけど、こちら、はい、このね黄色のロゴなんですけれども、これファッション好きだったりとかそういった方はね一度見たことのあるロゴなんじゃないかなと思います。まあ、昨今ではねいろんなシューズ、例えばブーツだったりとかスニーカーだったりとか、そういったところにたくさん搭載されてる、もう世界的に人気のですね機能性ソールとなっております。まあ、例えて言うならですね、その機能性とかっこよさですねっていうところで、ウェアですね、洋服で言うとゴアテックスで、シューズで言うと今回使ったビブラムソールってところで、本当にファッション好きの中でも人気の高いねソールとなっております。もう最近ではねいろんなブランドさんがこのビブラムソールを取り入れておりまして、例えばハイブランドとかだとバレンシアガだったりとか、あとはジルサンダとかで、そういったハイブランドでもこのビブラムソールを使ったシューズがリリースされておりますし、まあ、あとはスポーツブランドですね、まあ、ホガオレオレだったりとか、あとはメデルとか、そういった昨今の人気のスポーツブランドの中でも使われてるね人気のソールなんですよね。まあ、本来はですねいろんなブランドさんがシューズを作るときにソールとかっていうのはね自社で作ることが多いんですよ。まあ、ハイブランドであってもスポーツブランドであったりもね、いろんな技術とか生産背景があるので、まあ、ただその生産背景をもってしても、まあ、超えられない機能性だったりとか、まあ、信頼だったりとか、あとブランド力ってところで、わざわざいろんなブランドさんがですねビブラムソールにソールをお願いしてもう使わせていただいてみるところでですね、この人気だったりとか信頼度ですね、あとこのビジュアル面ってところでもしっかり裏付けされた証拠なのではないかなと思います。まあ、このビブラムソールの機能性としてはですね多々あるんですけれども、まあ、主なところで言うと高いグリップ性だったりとか、あと悪天候だったり足元が悪いところでも履いていけるこのタフさ、まあ、あとですね、なんといってもその機能性だけではなくてこの武骨なこのルックスですね、それが最近のファッションシーンの中でも特に人気を集めている要因の一つなのではないかなと思います。はい、というところですね、こちらが簡単にご紹介させていただいたこのビブラムソールの凄さなんですけれども、そのビブラムソールを使って今回ですねこのオイコニングアクトの方でオリジナルでシューズを作らせていただきました。だからねこんなにテンションが上がってるわけなんですよね。というわけでですね、前置きは以上といたしまして、ここからはですね今回オリジナルで作らせていただいたこのビブラムソールを使ったですねシューズの方を実物を出しながらですねご紹介していこうと思います。はい、それでですね今回オリジナルで作らせていただいたシューズなんですけども、こちらになります。じゃん、出ました、こちらでございます。こちらのアイテムがですね、レザーサイドはビブラムソールブーツとなっております。でね、改めて見ていただきたいんですけども、こちら、はい、しっかりビブラムソールを搭載したオリジナルのシューズでございます。かっけ
けるよなこれ。いやこれはね、ほんとビブラムソールを使わないと表現できないようなビジュアルになってるなと本当思いますね。まあこちらのアイテムですね、まあ、商品名にもある通りこのビブラムソールを搭載したオリジナルのサイドバーブーツとなっております。ではですね、こちらのアイテムの詳細の方についてですね、細かく紹介していこうと思います。まずですね、このアイテムの紹介に移っていく前にですね、このアイテムの細かいところを見ていこうと思います。はい、こちらがサイドですね。で一周回っていこうと思います。はい、いやーかっこいいですねこれが。でこちらが背面になっておりまして、こちらが前から見るとこんな感じで、上から見るとはい、こういったデザインとなっております。まあ、アイテムのデザインとしてはですね、ベースはシンプルに仕上げておりまして、まあ、理由としてはですね、まあ、今回このビブラムソールを使っているところで、これ、ね、しっかりボリューム感のあるビブラムソールを使わせてもらってるんですよね。っていうところでこのアッパーの部分もねデザインごちゃごちゃ入れてしまうとこのソールとねバッティングしてしまうので、このソールのボリューム感だったりとかデザイン性っていうのを最大限に活かすために、このアッパーの部分に関しては洗練としたねシンプルなルックスっていうのを心がけながら作らせていただきました。まあ、あとはですね、シューズのボリューム感に関しましてもボリュームがありすぎずなさすぎずところの程よいところをですね意識しながら使わせていただきました。はい、横から見るとなんですけども、はい、前から見るとこんな感じですね。まあ、細すぎずけど幅もありすぎずところで程よいボリューム感なんじゃないかなと思います。まあ、そうすることで意識したところで言うと、まあ、いろんなスタイルに落とし込んでいただきたかったんですよね。まあ、機能性の部分とか反映の高さもしっかり表現したかったので、まあ、そうすることでね、まあ、上品で綺麗めなコーディネートにもハマりますし、もちろんカジュアルなコーディネートにもハマりますし、まあ、あとですねトレンドのところで言うとテックファッションだったりとか、あとはモードのファッションにもしっかり落とし込んでいただけるようなデザインにさせていただきました。なので、ね、このチャンネルを見てる方に関しましては本当に幅広いファッションジャンルの方がいらっしゃるんですよね。まあ、自分自身が、まあ、綺麗めでもカジュアルでもモードでもいろんなファッションをするので、まあ、視聴者さんもね本当幅広いファッションを楽しんでる方が本当に多いんですよ。なのでたくさんの方に入っていただきたいからこそですね完成したこちらのデザインとなっております。いやめちゃめちゃかっこよくないですかこれ。でですね、改めての部分にはなるんですけども、こちらビブラムソールのボリューム感を見てもらえたらと思います。はい、しっかりですねいろんな、ね、ビブラムソールのデザインがあるんですけど、まあ、特にファッション性も高くてしっかりね武骨な印象もありつつけどやりすぎてないみたいなこう絶妙なものがセレクトできたんじゃないかなと思います。でこのかかとのところに黄色のビブラの文字がありますね。でソールの裏の部分ですね、こちらにもビブラムのロゴが搭載されております。でねこのビブラムソールといってももういろんなデザインのものがあるんですよね。その中でなぜこれを選んだかというと、まあ、なんといってもビジュアルがかっこいいというところではだけではなくて、もうね履いた時のクッション性がめちゃめちゃいいんですよ。まあ、自分自身もですねこちら届いてから履いてるんですけど、まあ、そんぞそこらのスニーカーよりも全然歩きやすいし、まあ、グリップ力もすごいので、まあ、悪天候の部分でもガシガシ履いていただけるソールなんですよね。この圧倒的な履き心地の良さとこのタフさっていうところは本当ねぜひ足を通して体感してほしいんですけどね。でねこのアッパーのデザインの部分とこのソールについてご説明以上で、まあ、今回のブーツはですねこのサイドコアデザインっていうものを採用しております。でこのサイドコアデザインっていうのはこのサイドをですねこのゴムのような仕様のものをしておりまして、着脱がねすごく簡単なんですよ。こんな感じで、まあ、例えばシューレースのついてるブーツですね、こちら、はい、こういった紐状のものになるとここね結んで着脱することがなるんですけど、まあ、サイドコアにすることでスッと足も突っ込めるし、脱ぐ時もですねすごく簡単に脱ぐことができて本当手軽に履くことが可能なんですよね。まあ、最近このサイドコアブーツの人気本当高いですよね。まあ、自分自身もですね日々いろんなファッションの質問とかそういったものをもらうんですけど、まあ、おすすめのサイドコアブーツありますかっていうところで、まあ、ピンポイントで質問をもらうことが多いのがこのサイドコアデザインなんですよね。なのでそういう質問にこれから高らかにお答えできるのが、まあ、サイドコアデザインのですねブーツおすすめなの間違いなくこれですね。でですねこのサイドコアデザインを採用することで着脱がしやすいだけではなくてですね、このアッパーの部分にこの紐ですねシューレースがないのでよりスッキリとしたビジュアルっていうのが再現できているのも特徴でございます。でですね続いてこちらのアッパーの素材の部分について触れていこうと思うんですけども、今回はですねこのレザー素材を採用しております。この牛革をですね今回使っておりまして、この牛革の床側の方を使っております。でその牛革の表面をですねコーティングさせていただいて完成したのがこちらの素材になってるんですけども、非常にマットでですね、まあ、表情豊かな素材感になってるのが特徴ですね。でなんで今回この素材を使ったかと言いますと、やっぱ今回ねこのソールに使ったのがこのビブラムソールなわけじゃないですか。このね雨だったり雪だったり悪天候に履いていただける中で、このアッパーのレザーの部分をですねこのコーティングされてないレザーを使うとやっぱ雨に弱くなってしまうんですよね。なのでせっかく機能性のあるソールを使ってるのに、まあ、アッパーの部分がこの雨とかねそういったものに弱かったら意味ないじゃんってところで、まあ、今回ですね素材の表情も保ちつつ、まあ、機能性もねしっかり乗せるってところで、
このね、表面コーティングされた牛革を使うことにですね、させていただきました。そうすることですね、もちろん普段に履いていただくのもおすすめなんですけど、悪天候の日でもガシガシ履いていける、まさに最強のブーツが完成したのではないかと思ってて、結構探すとですね、これ悪天候に履いていけるかっこいいシューズって、ほんと探すと少ないんですよね。けどね、ゴリゴリのレインシューズが履いていくのは自分自身も好きじゃなかったので、俺自身もね、これが完成して本当に良かったですね。雨の日のシューズ難民だったので、まあ、普段も履けるし、悪天候の日も履いていけるってなると、本当に抜かりのないアイテムになってるんじゃないかって自分自身も思いますね。はい、という感じでですね、今回オープンアクセルオリジナルで作らせていただいた、このレザーサイドゴア、ビブランソールブーツなんですけれども、まあ、手に持ちながらね、ご紹介させていただいたんですが、まあ、写真でもね、ご紹介していこうと思います。まあ、ディティール写真なんですけれども、例えば近くで見ると、まあ、こんな感じだったりとか、あとは、こんな感じとか。あとは、こんな感じになります。少しでもね、アイテムの詳細が伝われば嬉しいと思っておりますし、概要欄の方にも商品のね、リンクの方を貼らせていただきますので、そちらからアイテムの詳細等ですね、チェックしてもらえたら嬉しいです。はい、といった感じですね、こちらのシューズについては細かい部分の説明は以上といたしまして、まあ、実際このシューズ履いてみたらどうなるんだってところをですね、やっぱね、見たいと思う方多いと思いますので、まずですね、こちらのブーツ履いてみるとこんな感じになります。はい、こちらがですね、こう下半身アップのものになるんですけれども、本当にかっこいいですね。ちなみに着用感なんですけれども、引いてみるとこんな感じになります。はい。やっぱこういうテックファッションというかね、こういったモノトーンのところにもスッとが差し込んでいきますよね。ちなみにですね、今たまたま合わせてるアイテムが、この秋にね、リリース予定のこのオープンリアクトのテックラインのアイテムをですね、作らせていただいておりまして、そのオープンリアクトのテックラインともバスッとハマるこちらのアイテムですね。いや、ぜひこれ合わせてほしいなと思うんですけどね。でですね、こちらのシューズに関しましても、プロのモデルさんにもですね、合わせていただいておりまして、例えば一つ目のコーディネートがこうなります。はい。こちらね、ゴアテック素材を使ったこのマウンテンパーカーとオーバーパンツですね。去年リリースしてね、非常に人気の高かったアイテムなんですけども、そちらのね、ゴアテックスのセットアップとこのビブラのサイドガーブーツをですね、贅沢に合わせたコーディネートになっております。実はですね、このゴアテック素材を使ったこのマウンテンパーカーとオーバーパンツに関しましても、今年の秋にですね、3販売することが決まっておりますので、ぜひそちらの方もですね、楽しみにしてもらえたらと思います。はい、ちょっと話はそれてしまったんですけども、今はですね、テックファッションとかそういったモノトーンのファッションに合わせてるコーディネートなんですけども、本当に汎用性が高いブーツになるので、こういったコーディネートにも合うんですよね。例えばこんな感じ。はい。これはね、デニムと合わせるんですけども、こういったね、デニムとかそういったものと合わせると、普通にレザーシューズとしてもコーディネートが楽しむことができるので、本当にね、動画の途中でも言ったように、カジュアルなファッションでも、綺麗なファッションでも、モードでも、テックでも、本当にいろんなスタイリングに落とし込むことができるので、ぜひですね、この皆さんの主力シューズの一足として、ぜひ取り入れてほしいシューズになっております。いや、ほんといいな、これ。はい、というところで、今回自分が渾身の力作ですね、使わせていただいた、このレザーサイドゴアビブランソールブーツなんですけれども、アイテムのご説明はですね、以上となります。まあ、こっからはですね、皆さんが気になってるだろう、こちらの、ビブランソールのブーツですね。このアイテムの販売価格だったりとか、この販売方法とかね、あの販売開始日について触れていこうと思います。では、まずですね、この販売価格の方から触れていこうと思うんですけれども、こちらのね、レザーサイドゴアビブランソールブーツなんですけれども、お値段の方がですね、いくらだと思います今回本当にお値段の方頑張らせていただきまして、こちらのビブランソールのブーツがですね、税込みで16,500円となっております。いや、これはね、かなり頑張ったんじゃないかなと思いまして、このね、ビブランソールを使ったブーツって、このブランドさんだったりとか、このセーフショップさんだからリリースすると、3万円とか平均するんですよね。あとはですね、ドメスティックブランドさんとかそういったところがですね、このビブランソールを使ったシューズを使うと、やっぱ5万円超えとか、そういったもの平均出てきたりとか、あとはね、最初に紹介したこのビブランソールを使ったシューズですね、ハイブランドとか、バレンシアガとかジルサンダーってなると、平均で10万円超えとかしてくる中で、税込みで16,500円、これは圧倒的な価格なんじゃないかなっていうのは思いますし、もはや税抜きで言うと15,000円ですからね。もうちょっとしたスニーカーと同じ価格で、このレザー素材のね、このビブランソールを使ってこのレザー素材のですね、ブーツが買えるところはかなり革新的なんじゃないかなと思います。まあ、なんでね、この圧倒的な価格が実現したかと言いますと、まあ、過去の動画の中でも触れてるところはあるんですけど、このオープンネクトに関しては、まあ、アイテムのデザインの部分だったか生産管理ですね、あとは工場さんとかメーカーさんの交渉に関しても自分一人で行っているので、もう極力そこら辺の経費を削った状態でブランド運用ができてるっていうところと、あと販売サイトがですね、自社サイトになっておりまして、例えば ZOZO タウンだったりとか、いろんなファッションモールサービスを使うとですね、販売手数料が取られてしまうんですよ。まあ 20%、30% 使ってしまうと、そのね、手数料を加味した販売価格をつけなくてもいけないので、まあ、なかなかね、値段が高くなってしまうところ、まあ、自分自身はですね、自社サイトで、まあ、直販売を行わせていただくからこそ、この価格が実現してるのと、まあ、あとはですね、ゴアテックスとかそういった機能性素材を使う場合って、このね、ゴアテックスの生地を使って、
ってるこの生地屋さんとですね、販売価格の制限をかけられることが多くて、自分の店舗で販売させてもらってるボアテックスのアイテムに関してはもう許可の出るギリギリの台の金額をですね設定させてもらってるんですけど、このビブラムソールに関してはですね、この値段設定のですね、制限っていうのをこのソールの会社さんからは受けないんですよね。だからかなり頑張っちゃいました。もう自分で好きな価格つけられるんだったらちょっと驚きの価格つけてみようかなっていうところで完成したのがこちらのシューズですね。こんな感じのね、様々な工夫だったりちょっとした根性気持ちの部分で実現したのがですね、こちらの価格となっておりますので、もうぜひですねこの圧倒的なコストパフォーマンスでこのビブラムソールを使ったですねシューズが今回ですねご用意できましたので、ぜひ今回なんてもねご検討いただけたら嬉しいんですけどね。でですね、今回のサイドはビブラムソールブーツなんですけども、サイズ展開がですね4サイズございます。なので足が小さい方から足が大きい方までですね、皆さんマイサイズで選んでいただけるような幅広いサイズ展開をご用意させていただきましたので、ぜひですね各サイズの推奨サイズ等はですね、商品ページ等にも記載させていただいておりますので、ぜひそちらも参考してもらったら嬉しいです。ちなみに自分はですねスニーカーは28センチを着用することが多いんですけれども、今回のねこちらのサイドカーブーツに関しましては43を着用してちょうどいいですね。で今回4サイズ展開しておりますので、ぜひですねマイサイズの方を選んでいただきたいですし、あとはインソール等ですね入れていただければサイズ調整っていうのも可能ですので、ぜひぜひジャストのサイズを選んでいただければと思います。はい、というところでこの驚きのプライスの発表させていただいたんですけれども、ここからですね販売方法と販売日時について触れていこうと思います。でまず販売方法なんですけれども、今回はですね受注販売にてご注文いただかせていただこうと思います。なので受注期間中にですねご注文いただけた方に関しましては責任を持ってですね在庫をですねご用意させていただこうと思ってるんですけれども、一つご注意いただきたいことがございまして、このビブラムソールはですね在庫の変動が激しいソールでございまして、世界中で人気のソールになっているので結構在庫の変動が大きいんですよね。なので今のねソールの在庫に関しては、ある程度はね在庫を確保させていただいてるんですけども、この、ね、想定を超える反響いただいた場合はですね、もう受注期間中であっても受注をですね早期に打ち切る可能性ってもう万が一ありますので、もしですねこのサイドカーブーツ欲しいって方はですね、この販売開始のタイミングにご注文いただけると確実にゲットできるんじゃないかなと思いますので、もしねこちらのシューズをご検討いただいている方に関しましてはお早めにねオーダーいただけましたら嬉しいです。とは言ってもですね受注期間はしっかり設けさせてもらってますので、もう極力ですねこのビブラムソール社と交渉しながら在庫の確保をね、在庫が切れないように交渉させていただきながらね、もう一足でも多くご注文を受けていただく状況を作ろうと思いますので、ゆっくりですねご検討いただければと思います。で肝心の販売日なんですけども、こちらはい、今週の土曜日のですね6月17日、土曜日の夜21時から受注開始となりまして、こちらの期間中にですねご注文いただけた方に関しましては責任を持って在庫の方をご用意させていただきますので、ぜひですね販売の方を楽しみにしてもらったらと思います。あとはですねこのアイテムの気になる部分だったとか質問に関しましては、自分のねインスタグラムのアカウントの方でも、ストーリー等でね質問の回答だったりとか、気になるところはね、一件でも多くお答えさせていただきますし、あとはですねこの動画のコメント欄に質問いただければですね、自分からもですねお答えさせていただきますので、どんなね細かいところでもいいので、少しでも気になるところがありましたら質問いただけたら嬉しいです。はい、というわけで今回こちらに使わせていただいたこのレザーサイドゴアビブラムソールブーツのご紹介は以上となります。いやーですね、ほんと毎年毎年ねこのオープニングアクトでは、少しでもねやっぱ進化した姿とか皆さんがテンションの上がるアイテムをですねもうお届けできたらなと思って日々頑張ってるんですけど、今回はですねいいサプライズがお届けできたんじゃないかなと思います。それだけね先週から始まったこのロトルとオープニングアクトのですね特別な別注ニットも販売開始からほんと20秒30秒で完売するっていう、驚異的なスピードで完売しましたし、結構の数は用意させてもらったんですけど、そこの、ね、特別なコラボニットから今回ですねこのビブラムソールを使ったこのオリジナルグッズところで、今年のね23年秋冬がめちゃめちゃ本気で取り組んでるところがもうこの時点でもね伝わってるんじゃないかと思います。はい、というわけですが本日の動画も以上となります。いや改めてなるんですけど、本当にこのブーツですね完成するまでに幾多の本当困難と苦労があったので、こういう形でね皆さんにねこういった販売開始の告知ができることが本当に心から嬉しいですね。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。